はい、どうも国蔵です。今日はバリトニズムで、いつも相棒をやってくれてる安川君を紹介します。安川の牧師さんです。おい、安川です。ちょっと遠いね。おい、あ、こんにちはこれ国蔵チャンネルに出るんですか？そうですよ。あら、あの安川さんはいつもあのテナーもなさるということで、はい、かの熱帯ジャズ楽団、熱帯ジャズ楽団ではバリトンですか？そうです、バリトンを、はい、吹いております。すごいですね、宮本大郎さんのね、後継者、素晴らしい。今日これから、赤坂 B フラットやるんですが、どうです、あのこれやってみて。やってみて、そうですね、もう1年ぐらい、1年ぐらいやってましたね。はい、お誘いいただいて、いやいや、はい、素晴らしい、素晴らしいプレイヤーなのでね、本当にもうあのいつも勉強になってます。何かアピールをしてください。アピール、はい今日は、ライブ当日ということで、今赤坂 B フラットで、ちょっと早めに入ったら、小畑さんが一人で、譜面を並べて、静かに考え事にふけてらっしゃって、あ、今いろんなライブの構想が練られてるんじゃないかと思いながら、ちょっと端っこの方で今音出しを、しておりました。今日のライブ、も盛り上げて、いつも盛り上がるんですけど、はい、僕のバリトンサックスも、いっぱい吹かせていただいて、何より小畑さんの、かなりレアなバリトンホーンバリトンホーンですね。バリトンホルンじゃないですね。バリトンホーンと言いますね。バリトンホーン、はい、ユーフォニアムとも違うんですね。ユーフォニアム、まあ大体があれこうですからねユーフォニアムでもいいんですけど、あの管のちょっと太さがちょっと違うので、なんて言ったら中途半端な楽器です。でも中途半端、うん、でもバリトンホーンを吹き始めてもうだいぶ経ったんだけど、バリトンサックスやったらいいんじゃないかなと思って、まあいろいろちょこちょこ、ね、これからもよろしくお願いします。はい、お願いしますバリトンサックスとバリトンホーンの、低音ブーストで、でもほっこり優しく温かい感じで、ちょっと夏場はちょっと暑苦しい、暑苦しいねいやでもあの涼しげに演奏もしたいと思いますが、はい、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今後とも、はい、お願いします。安川信彦さんでした。はい、バイバイ。